わずかだが確かにちょっとに反応。ごめん、俺行かなくちゃ。みんな応援してるわ。頑張ってね、ナット。それじゃあみんな、この後もガッターのこと応援よろしくね。そういえばお姉さんもお弁当のおにぎりがショッタリアンたちに食べられてないか心配だからちょっと見てくるね。惑星ダレコップからお届け物です。これこれこれさえあれば。あーもしもし、こちらザリガニータ。はいはい、あー無事荷物は届いたザリ。支払い、給料から天引き、自分持ちですか。あ、ちょっと後でツタンカメムシ様に相談するザリ。よいよし、気を取り直して。これこれ、ジャッカジャーン、ダレコンペックス。このダレコンペックスを我らショッタリアンが飲めばパワーが数倍にもなるという画期的なエキスなのだ。では早速。力がみなぎるザリー。これなら誰にも負ける気がしないザリー。あーよかった、私のおにぎりショッタリアンたちに食べられてなかったわ。あれ、また何か匂うわね。今度は何？あ、モゾコキムシ。米袋持ってるわ。ちょっと、あんたたち！もうちょっと、その米袋どこから持ってきたのよ。返しなさい。もうちょっと。ちょっと静かにしてくんねえかな。また出たわね、ツタンカメムシ。し、声がでかいぜ姉ちゃん。あんたたち今度は何コソコソしてるのよ。だから声がでかいって。ちょっと集合。え、私も。あのな、こうやって静かに動いてた方がガッターに見つかりづらいんじゃないかと思ってな。そんなことないんじゃない。いや、きっとそうに違いない。うーん、そうかな。ガッターの邪魔が入らなければ米を奪い放題なわけよ。だから姉ちゃんが静かにしてくれないとせっかくの計画がパーなわけ。もうぞ。そうなんだ。でもそういうことならますます黙ってられないわよね。え、やっぱそうなっちゃいます。なっちゃいます。もうぞ。当たり前じゃない、バッターを呼ばなくちゃ。言ってもわからんやつめ。さあみんな大きな声でガッターを呼ぶよ。
こうなればこれでも食らえ。さっさと米を奪いまくるぞ。静かにな。もともとそこまでだ、ショッタリアン。まず笹団子。まさか。おめさん、大丈夫だか。危ねっけん下がってね。ショッタリアン、おめえらの企み、オラが見逃さねえて。ゲゲ、お前は流れ笹次郎。なんてここがわかった。ふっ、オラはただおめえらを許さんだけだ。今日は邪魔が多い日だぜ。その力、お前は一体何者だ。人間なのか。まあどうでもいいか。どうだ、その力我らに貸さねえか。ふん、聞くだけ無駄なことらいや。ちっ、頑固なやつ。お待たせしました、ツタンカメムシ様。おお、ザリガニだ。今までどこに行っていたのだ。申し訳ございませんです。ここはお任せを。大丈夫か。こいつはかなり手強いぞ。見ていてください、パワーアップした俺の力を。さあ行くぞ。これならいけるかもしれん。笹次郎、ガッタ大丈夫か。ああ大丈夫だ。急に強くなったショッタリ反応の正体はお前だったのか。その通り、俺はショッタリアン帝国の飛躍ダリコッペエキスを飲んでパワーしたのだ。ガッタ気をつけろ、今までのやつとは違うぞ。ああ時代の米は我らのものざり。もともと。さあみんな大きな声でガッターと笹次郎に応援の声を届けるよ。せーの、もっともっと大きな声で、ね、せーの。俺たちは
負けない。バカだ、どこにそんな力が。みんなの思いが俺たちに届いたんだ。覚悟せショッタリアン。負け惜しみザリー、再び立てないようにしてやるザリー。行くぞ。ああ、いい勝った。さあみんな、もっともっと応援の声を2人に届けよう。さあまずはガッターとスターコミムシ、モトコミムシが戦うよ。大きな声でガッターを応援して。せーの、もっと輝き続けたい。俺はパワーアップしたはず。簡単なことさ、みんなのエネルギーがお前のパワーを超えたんだ。そんな行くぞ。やった、勝った。ポッポと、これからどんな手を使ってくるかわからない。だけど俺たちは絶対に負けない。新潟の米をみんなの未来を守ってみせる。さあ今日大活躍のラッターと笹次郎に大きな拍手をお願いします。ねえみんな、ラッターと笹次郎とってもかっこよかったよね。でも2人が勝つことができたのはみんなの大きな応援の声があったからです。どうもありがとう。さあこの後はガッターと笹次郎との写真撮影会、握手会になりますが、今日の写真撮影会、握手会はネギッコさんのステージの後に体育館のお外で行いますので、みんなぜひぜひ参加してくださいね。それじゃあ2人とはここで一旦お別れになります。それじゃあ最後にみんなでさようならのご挨拶、バイバイするよ。せーの、バイバーイ。ガッタ、笹次郎、今日はどうもありがとう。本日は長岡食の陣新三場所へお越しくださいまして誠にありがとうございます。さあこの後はネギッコさんのステージとなります。ガッタのステージは午後1時30分にもう一度この会場でありますので、たくさんのお友達集まってくださいね。さて続いてはネギッコさんのステージとなりますので、皆さん大きな拍手でお迎えください。それでは、はい、失礼いたしました。それではこの後はネギッコさんのステージとなりますので、皆さん今しばらくお待ちください。この後も会場をごゆっくりお楽しみください。